若狭和田駅は、福井県大井郡高浜町和田にある、西日本旅客鉄道オーバーマ線の駅である。鶴ヶ方面に向かって、左側に短式ホーム一面一線を有する地上駅。2005年に駅舎が、観光案内所併設のピースフル和田として改築された。鶴ヶ地域鉄道部が管理し、自治体が窓口業務を受託する簡易委託駅であり、 ポスター末による発見を行う。係員不在時に備え自動券売機も設置されていたが、現在は撤去されている。ワンマン列車の回避は無人駅同様の扱いである。福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は124人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。ABCD 朝日2012 P27 朝日2010 P10 ABC 川島2011 P57 ABC 朝日2010 P11 福井県内 JR 駅新たに16駅無人化北陸線の5駅は異国家対応2030年度までに福井新聞オリジナルの2021年5月9日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20210509034441/https:www.fukushibun.co.jp/articles//11516822021 m 年5月9日閲覧。川島2011 B35、福井県統計年間福井県8駅別 JR 課客輸送状況福井県2021年3月29日閲覧ありがとうございます